これより第1回ハメフラジオの作戦会議を始める。番組をどのようにしていったらいいか、何か良い案のある方は？はい、どうぞ。内田真彩さん、とにかく何でもかんでもボケまくる。でも内田真彩さんは考えてボケるタイプじゃない気が。うん、確かに。とにかく楽しそうにやればいいのよ。ラジオを盛り上げるのはパーソナリティとしての義務です。そもそも今回は一人なのだから、リスナーのメールを読めばいいのでは。でも今回はまだラジオ自体発表前ですし。どういうこと？発表されてないということはメールもまだ届いていないということです。そんな、じゃあ一体どうしたら。皆さん落ち着いてください。私にいい案があるわ。初回なんだから作品紹介をメインにすればいいのよ。まだハメフラを見てない人だって聞いているかもしれないんだし、作品について語ればそれなりに盛り上がりを見せるはずよ。では皆さん、今回は作品紹介をメインにするということでよろしいですかな。いきます。乙女ゲームの破滅フラグしかないラジオパーソナリティに転生してしまった。皆さんこんにちは、内田真彩です。この番組はテレビアニメ乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまったで、カタリナ・クラエス役を演じる私内田真彩がラジオのエンディングに待っている破滅フラグを回避するために作品の魅力や情報をお伝えしてハメフラを盛り上げていく番組です。ついに始まりました、ハメフラジオ。タイトルは長いので略称がハメフラジオとなります。はい、1期が放送終了してから、ちょっと経ちまして、これから2期に向けて頑張っていこうというタイミングでラジオを始めることとなりました。何卒よろしくお願いいたします。番組説明がすでに不穏じゃないねえ。どうやらですね、その破滅フラグっていうのが毎回エンディングでその日のラジオが盛り上がったかどうか判定されて、ダメだったと判定されると罰ゲームという破滅フラグが待っているということみたいなんです。危ない。なんか第1回ではですね、一体何が起こるのか全く想像もつかないんですけれども、これは回避しなければならない。ラジオで破滅してる場合じゃない、2期が待ってるんだからっていうということでですね、頑張っていきたいと思います。今日は脳内会議でも言ってましたが、第1回なので作品紹介をメインにお届けしたいと思います。ということで始めていきましょう。乙女ゲームの破滅フラグしかないラジオパーソナリティに転生してしまった第1回の配信もこのままだと破滅する。まずは乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまったについての作品紹介と、私が演じるカタリナのお話をしたいのですが、まず原作の方はですね、小説投稿サイト小説家になろうにて掲載されている山口さとる先生によるライトノベルで、現在は文庫版が一人者文庫アイリスから刊行されておりますと。そしてアニメの方は今年の4月から6月まで第1期が放送されておりまして、ざっと1期のあらすじを話しますと、公爵令嬢のカタリナ・クラエスは頭をぶつけた拍子に前世の記憶を取り戻し、今いる世界が前世で夢中になっていた乙女ゲームフォーチュンラバーの世界であり、自分がゲームの主人公の恋を邪魔する悪役令嬢になっていることに気づく。ゲームでカタリナに用意されている結末はハッピーエンドで国外追放、バッドエンドだと殺されてしまう。そんな破滅フラグを回避して幸せな未来をつかみ取るために、前世を思い出した子供時代から魔法学園に入学して奮闘するというお話でした。はい、そうですね。なのでカタリナがいろいろな、
前世の記憶を持ちつつそこで起きる破滅フラグをこう回避していくっていうフォーチュンラバーの世界なので、本当はあの主人公ではないんですけど、その悪役令嬢が主人公になってるってとこが面白いというあの作品でしたね。で、私の演じたカタリナなんですけれども、その悪役令嬢なんですが、まあ、前世の記憶を思い出すところ、あの頭に傷があると思うんですけど、あの傷を、まあ、ぶつけてしまった時についたあれで記憶を思い出して、そこからいい子になる。で、そこから天然人たらしなところを見せつけていくという、見せつけていくというか、こう出していって、でそれでこうあのいろんな破滅フラグを回避していくんだけれども、いや本当ね、カタリナは私が今まで出会ったキャラクターの中でもこんな喋ったキャラいたかっていうぐらいセリフ量の多いキャラクターで、まあなんといっても演じるキャラクター数が多かったんですよ。カタリナなんですけど、まあ、頭で冒頭でもね、あの会議やりましたけど、あんな感じで毎度毎度あのいろいろなキャラクターをやらせていただいたりとか、まずあの子供時代があって、であの学生になっていくっていうところもあったりとかして、すごく幅の広いキャラクターだったので楽しかったんですが、本当にあのなんか一つね成長させてもらったような、そんな感じでした。そう、アニメのエンドロールもね、私の名前をちゃんと語訳バババババって出せてくれてあれ結構びっくりした、びっくりしたし嬉しかったですよ。で、しかも1回きりなのかなと思ったら2話からもずっとそうだったから、あれはおそらくアニメサイドでこだわりを持ってやってくれていたんでしょうね。いや本当に嬉しかったです、ありがとうございます。2期もどうなるのか交互期待というところですけれども、あのカタリナ以外にもたくさん魅力的なねあのキャラクターいるので紹介していこうと思うんですけれども、こちら、前世で夢中になっていた乙女ゲームフォーチュンラバーでゲームの主人公と恋に落ちるはずだった男性キャラたちがたくさんいますので、そちら紹介していこうと思います。まずはジオルド・スティアート、こちらは CV 青井翔太さんです。ジオルドはカタリナの婚約者で、もう本当に見目麗しい正統派の王子様なんですけども、実は腹黒でドエソージっていうすごいあの性格がね、あのひねくれちゃってるんですよ元のゲームの方では。だけどあのこうクラエスケに通うようになってカタリナと接するうちに、なんかねすごいマイルドな、ね、王子になっていくわけなんだけど、まあ、カタリナにいろいろ影響を受けていいように変わっていくんだけど、なんかねまあ、一番キャラクターとしては最初に出てくるし、すごくストーリー的にはなんか元々のそのカタリナの婚約者だったはずなんだけど、あんまり恵まれない立ち位置にいる人っていう。でなぜかカタリナからはずっとその破滅フラグをまず立てられちゃった相手だから、あの蛇で攻撃受けているっていうかわいそうな人でもありますでもアニメの中ではなんか一歩リード的な感じもあったかなっていう、うん、ふうに思うけどね。でお次キース・クライス、こちらは柿原哲也さんが、担当されております。キースはクライス家の分家の子なんですけれども、カタリナのお家の方に引き取られて弟になったので、カタリナの義理の弟なんですね。で元々は、まあ、いじめを兄弟から受けてたから、すごくあのこう暗いね暗い感じで育ってって、で歪んでいくんですよ。でゲームの中では結構なんかプレイボーイ的な感じでゲームの主人公をたぶらかすみたいなキャラだったんだけど、第1話でも描かれてましたが、カタリナと出会うことで心がねこう潤っていくわけです。でこの愛情を受けて好青年になっていくと。ですがあ、そうそう、愛を知らないキャラになるはずだったんですが、すごくねいいキャラクターになっていきます。ただね大人になってからというか学園に入ってからはカタリナが結構天然人たらし的なところがあるものですから、それでこうかなり頭を悩ませているシーンが多いかな。お母さんと一緒になって、あのカタリナは全然ダメだからもうあのカタリナのことを諦めてくださいっていうシーンとかあったかなと思うんですけど、結構ねあのこう苦労人な感じがする人かな。お目付け役としてあの結構カタリナに近づかないようにキースが見張ってるって感じ。そう、姉さん姉さんちょっと姉さん大丈夫姉さんってずっと言われてる感じがするかな。もうほんとねあの可愛い弟という感じです。でお次は
アラン・スティアート、こちらは CV 鈴木達久さんです。先輩ですね。こちらはですね、ジオルドの双子の弟で、ジオルドとまた違う魅力を持っていて、ちょっとこうワイルド系男子、俺様なんです。だけど音楽のセンスが抜群で、ピアノを弾けるんですよね。すっごいかっこいい。そのシーンはとっても魅力的なんです。で、兄にこうジオルドにすごいコンプレックスを持ってて、やっぱ最初はこううんって悩んでたりしたんだけど、カタリナと幼少期にこう勝負をしていくうちに、あ、こういう向き不向きがあるんだってことを分かっていって克服するっていう。そうで、カタリナに対してここすごい重要なポイントなんだけど、無自覚に恋してるの。他の人たちは結構自覚ありな、好きっていうのを出してるんだけど、アランに関してはたまにさ、シーンでもあるんだけど、カタリナと話してて、あいつら何してんだろうなみたいな、ねえ分かりませんねとかいうシーンとかあるんだけど、その時もアランはね、あんま気づいてなかったりとか、だけどちょっとずつなんか、あれ俺もまさかみたいな、俺もまさかカタリナのこと好きなのかみたいになってくるところが、ちょ萌えポイントだよね。そう、あのメアリが婚約者なんですが、婚約者のメアリなのにこう洗脳されていくって、そのなんかあれそんなことないですよみたいな、いやアラン様こちらに行きましょうみたいな、カタリナ様じゃないです、こちらに行きましょう、私と踊りましょうみたいな感じでこう距離を離されているっていうところもあったりとかして、すごいよね、メアリすごいよねっていう。でお次、ニコル・アスカルト、こちらは CV 松岡義嗣さんです。こちらも先輩ですね。国の宰相であるアスカルト伯爵の、子息ということで、この人はですね、すっごい魅力的な、こう容姿が綺麗っていう、もうあのね、周りの人がもう倒れるぐらい、あーニコル様ってなっちゃうぐらいの魅力を持った人、も目があったらとにかくもうキラキラした目で見ちゃうみたいな、そんな人です。で、あの妹にソフィアっていう子がいるんですけれども、もうソフィアのことものすごく大事にしてるんですよ。だけどソフィアがね、外見的にこう白い髪だったりとか赤い目を持ってて、ちょっとこうなんかこう気味悪いとか言われてるんだけども、なんかそれをあのカタリナがね、すごく素敵な家族ですねとか、こう本当にあのニコル様は幸せ者ですねと、妹さんあんな可愛くってこんなに幸せなご家族で素敵ですねっていう風に言うことで、あのカタリナに対して惹かれていって、こうどんどん心を開くっていうストーリーがありました。婚約者がいるカタリナなので、ニコール的には、常識を持った人なのでね、距離は一応保ってるんですけど、内心ではすごく思いを深めていると。なんか仮面武道会みたいな本のな世界に入っちゃった時のあのシーンが結構印象的ですけど、ニコルは実はすごく熱い情熱を持っていると、もし婚約者がいなかったらどうなるんだろうみたいな、ちょっと妄想膨らむキャラクターかなと思います。はい、というのがゲームでいうところの攻略対象なんですが、本当今お話ししてましたが、カタリナのことがみんな大好きだという、そうなんです。で本当にここがね、この本当アニメというかこの作品のポイントかなと思いますが、他に登場してくる女性キャラクターたちもみんなカタリナが好きだという、本当に平和で幸せな世界でございます。ということで女性キャラについてもお話ししていきたいと思います。メアリハント、こちらは CV 岡崎美穂ちゃんです。こちらはですね、公爵家の四女でアランの婚約者、可愛らしい美少女ですね。で以前は器用な性格だったんですが、自分が育てた美しい花園をカタリナに褒められて、カタリナの畑を復活させる協力をしていくうちに、カタリナの友人としてふさわしくあろうと、霊場の中の霊場として成長していくって。そう、カタリナがそうすごく大好きな子なんですけど、夢があって遠い地に連れ去り独占しようと画策しているらしいという、すごいよね。もうほんとなんかメアリーは愛情深いっていうか、メアリーを演じてるあの美穂ちゃんも言ってたけど、すごい愛情深い、一番好きですってすごい言ってくるメアリーも好きですが、岡崎自身も一番好きですみたいな感じの愛深めのキャラクターで、しかもでもそれをちゃんと自分の成長に生かしているキャラクターということで、本当に霊嬢らしい霊嬢という素敵霊嬢でございます。はい、でお次、ソフィア・アスカルト、 CV 水瀬いのりちゃんです。伯爵家の霊嬢でニコルの妹です。白い髪に赤い瞳のため周囲から呪われた子などと心ない言葉をかけられて育っており、
家に引きこもり本を読んでいた。そう、同じロマンス小説を読んでいたことをきっかけにカタリナと仲良くなり、自分の容姿など気にしないカタリナに惹かれていくと。で、兄のニコルとカタリナの恋を密かに応援している、結構がっつり応援してて、そう、このカタリナとの仲としてはロマンス小説仲間っていうとこが大きくって、すごいね、結構ね、がっつりロマンス小説好きなのよ。で、そこがね、多分現代だったらね、フォーチュンラバーとか好きだったろうなみたいな、そんな子で、すごくね、可愛らしい子なんですが、ことお兄様とカタリナの恋愛になるとものすごいね、力を発揮してくるっていう、すごく素敵な女の子ですが、そう、無理やり二人きりにさせたりとか、結構パワープレイしてくるソフィアさんでございます。はい、でお次、マリア・キャンベル CV 早見沙織さんです。こちらマリアは平民なんですけれども、光の魔力を持つという特別な少女なんですね。で、カタリナが前世でプレイしていた乙女ゲームフォーチュンラバーの主人公で、魔法学園で各攻略対象と恋に落ちるはずだったんですが、学園内で身分の差によっていじめられているところをカタリナに助けられ、彼女を慕うようになる。このね、まあ、出会いも奪い取った攻略キャラクターたちから奪い取って、カタリナがこう全部ね、いろんなね、そう、キースのも取っちゃうし、ジオルドのも取っちゃうしみたいな感じで、みんなの分のね、フラグを全部取っていくもんですから、すごいマリアから好かれるんだよね。あ、こんな気持ちなんだみたいな、本当に主人公だけあり、いろんなものをもう本当、そう、光の魔力を持ってたりとか、特別なものも持ってるんだけど、こうお菓子作りが好きだったりとか、すごいね、可憐な少女なんです。もうこのね、見た目だけで言えば本当にすごく可憐で、ピンク色の感じがいいなって、私は好きだなって思っておりますが、はい、こんなキャラクターもいます。そして、もう一人、アンという女の子がいて、脇あずみさんが CV 務めているんですが、このアンというキャラクターはクライスケのカタリナ付きのメイドさんというキャラクターです。いや、この人もね、愛がすごい重いんですよ。アニメでもね、描かれておりましたが、カタリナに対して本当にね、もう忠誠を誓っているっていう、そんな人で、そこをさっとね、たたずまいとしてはこう立っているっていうか、こう、まあ、別になんともなくそばにいる感じなんだけど、実はちゃんとこうカタリナのことを思っているとか、カタリナのことをすごい心配しているとか、カタリナに対してすごく尽くしてくれていて、おそらくカタリナはアンがいないとダメなぐらい大切な人だなという感じがしますね。はい、という、まあ、女の子たち、女性キャラクターたちでした。本当、ハメフラは一人一人キャラクターが濃くてですね、いろんな魅力を持つ人が多いんですよ。そう、私もね、このキャラクターたちみんな大好きです。はい、あとは、魔法学園でカタリナが出入りする生徒会にいる生徒会長のシリウス・ディークっていう美少年もいるんですが、まあ、一期のキーパーソンなので今日は深くは語りません。まあ、アニメ一期をまだ見てない方はぜひ見ていただいて、どんなキャラクターかを確認してもらえたらなと思いますけれどもね、こちらのキャラクターも魅力的なのでぜひぜひね、そう、一期の話、好きな話、そうだな、私は、まあ、アニメ一期の中だと、まあ、でもね、一番最初の1話のカタリナが斧で扉をバーンって割って入って、でキースを助けるというか、キースを助け出すところ、あそこがなんかもうね、救世主感があった。一期ってそのちっちゃい時のね、カタリナだから、まだまだその成長段階なんだけど、その時から、あ、なんかこう人々を救う、そんななんか力がね、見受けられて、私あのシーンすごい好きだった。で、カタリナのその魅力がそこにすごい詰まってた感じがするし、だからね、私はカタリナにその1話からかなり引き込まれたというかね、魅力に、私もカタリナのことすごく好きになったなっていうシーンでした。はい、ということで、次回からはリスナーの皆さんからのメッセージを紹介していきますので、アニメ一期で好きなお話だったり、感想を私に聞きたいことなど何でも送ってください。そしてここでハメフラからお知らせです。まずはパッケージ情報です。
テレビアニメ乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまったブルーレイ全4巻が絶賛発売中です。各巻にはオリジナルミニ PC ゲームフォーチュンラバー体験版や原作者による書き下ろし小説と漫画付きのスペシャルブックレットなど豪華特典付き。ハメフラを何度でもお楽しみくださいね。各配信サイトでもアニメを見ることができます。よろしくお願いします。続いて原作情報です。現在一人者文庫アイリスから原作ノベル第1巻から第9巻が、そしてゼロサムコミックスからコミックス第1巻から第5巻が好評発売中です。魔法省でのカタリナたちの活躍もぜひチェックしてください。そしてハメフラのゲーム化が決定しました。乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった波乱を呼ぶ海賊がオトメイトブランドより2021年に発売されることになりました。最終イベントである卒業式を乗り越え無事破滅フラグを回避したカタリナを待っていたのは新たな出会い、新たな破滅フラグ、海賊との遭遇だった。完全オリジナルストーリーでゲームオリジナルの新キャラクターも登場。そして10月20日発売のビーズログで続報があるとのことですので、こちらも要チェックです。海賊の話、一体どんな話になるのか気になりますね。以上、ハメフラからのお知らせでした。乙女ゲームの破滅フラグしかないラジオパーソナリティに転生してしまった。ではここからは番組のコーナーを紹介していきましょう。まずはこちら、カタリナ農場ラジオ編。ハメフラはアニメの中でカタリナが畑を耕すシーンがたびたび出てきますが、この温泉さんでも育てられるレベルのものを取り扱って毎回その成長を見守っていくコーナーです。リスナーの皆さんにもできれば家でできる範囲でいいので家庭菜園にチャレンジしてもらい、その成果を写真で送ってきてください。テレビアニメ放送時の CM や YouTube 動画を見てくれた人ならご存知かと思うんですけれども、原作の一人者 の CM、こちらでカタリナ農場っていう企画がありまして、私も行ってたんですけど、土おじさんという呼ばれるおじさんが農場をね育ててくれてたんですよ。そうで、ラジオの方でも土おじさん改めましで、土お姉さん、土お姉さんです、土お姉さんが温泉さんで育ててくれます。ね、なんか土お姉さんがやってくれるってことはなんかすごくきちんと育ちそうな気がしますが、すごく楽しみなんですけど私。ただね、ほんとそのラジオのね、その放送自体がそんなに番組更新月1回ってことなので、私はこのね野菜たちを見守ることができないんですよ。なので次来た時すっごい育ってるってことになるっていうことは、これお姉さん次第ということになります。いやー、これはこのね今回育てる野菜が一体どういうことになっていくのか、皆さんぜひ楽しみに見守りましょう。いやー楽しみだ。では今日からね私たちが育てるものを発表したいと思います。こちらリーフレタスでございます。おー、すごい、なんかまだリーフレタスだということは全くわからないただの種です。私の目の前にはね種が今ね散らばっています。通常は種からだと60日間、苗からだと30日で成長するそうです。今回はリーフレタスやクレソン、バジルなどの栽培が簡単に楽しめる LED 植物栽培機を用意してもらいましたので、室内でも安心して育てることができます。いやーすごいのよ、このね、なんていうの、リーフレタスを育てるこの機械みたいなのが、あ、水入ってんの、わー、あるんですけど、なんていうの、光るんでしょ、光らせてみる、光る、電池、あ、電源入ってないまだ光らなかった。そう、なんかね光で育てられるんですって。で、まあ次の収録までにね、まだ次だとちょっとあれかなと思うんですけど、私は今日これを植えていく作業をしようかと思います。よいしょ、楽しみ。ちょっとじゃあ今からやっていいですか。どうすればいい、まずこれを水に浸す、よし、スポンジを、うわー、本当にこれで育つの、不安ですね。
なんかさ、音がさ、土がないやつなんですよ。お水で育てるタイプのやつなんですけど、なんかまさか食べ物を育ててるとは思えない感じの今見た目してる。私食べ物を育てたことないです。多分プチトマトとかもやったことないから、多分初栽培系だと思うんですけど、よよ。もう音がさ、ミッミッって音がする。で種を、種ね、ほんとちっちゃいの。怖い。ここに穴に、穴にもうむっちゃ入れんの？あ、むっちゃ入れんの？あ、むっちゃ奥こごと。うわー、え、難しい。穴開いてる、穴開いてる。穴に押し込むってこと？押し込む？二粒入れたよ。あ、押し込まない押し込まない押し込まない。あ、じゃあこのまま入れた、あ、じゃあこれで多分 OK だと思われますね。はい、ということでできました。今日の作業は、種を植えるということでね、この野菜リーフレタスがどうなるのか、皆さんこちらの成長記録は番組サイトの方にもアップしていきますのでお楽しみに。続いてのコーナーはこちらです。これは完全に破滅エンド。リスナーの皆さんから世の中にある破滅エンドのパターンをシチュエーションをセットで、ハッピーの場合と破滅の場合で送ってもらい、みんなでこんな破滅エンドは迎えないようにしましょうと勉強するコーナーです。まあ、ちょっとどんなコーナーかわからないと思うので今日は例題でやっていきたいと思います。まずはこちら。シチュエーション、人気ブランドの限定コスメを手に入れるとき。ハッピーエンド。店舗に確認の電話をしたら1店舗目で残っていて取り置きをしてもらった。破滅エンド。電話するという案が思いつかず地道に各店舗を回るものの全て売り切れ、ヘトヘトになりながらネットで探してみると見つかったので来たーと注文したら詐欺で箱だけ送りつけられてきた。ハッピーだとこれはいいね。もうだって都内でゲットできるってことでしょ。最高じゃん。いつもの店で1店舗目だから。これ私こういうことあるわ、なんなら。すごい、これはわかる。すごく辛いよね。詐欺はやめましょうね。次、シチュエーション、長蛇の列ができる人気ラーメン店にてハッピーエンド。行った時間が奇跡的に空いていてすぐに入店して食べられた。最高。破滅エンド。1時間以上並んだ後、お客さんで最後ですと言われやったーと入店しようとしたところに後ろで並んでいた親子連れの子供が泣き始め、すごい空気になったが、それを無視して店に入ったところで店員の勘違いでやっぱりスープがなくて自分も食べられなかった上に周りの客からお前最低だなという目を向けられる。辛い、辛すぎる。そんな、こんな、なんてもう、なんかこう、神様っていないのかなって思っちゃう。つらい。お次、シチュエーション、自分のライブ終わりにて。ハッピーエンド。最高の気持ちで帰宅し、お風呂に入って疲れを癒し、会場でもらったファンレターを読みながら、みんなの愛を実感する。ありがとう、みんな。元気をもらっています。破滅エンド。最高の気持ちで帰宅するも電気ガス周りのトラブルによりお湯が出ず、汗だくなのにお風呂に入れず、へこみながらもらったファンレターを読もうと思ったら帰りのタクシーに忘れたことに気づきパニック。タクシー会社に電話して届けてもらうため家の外で待っている間に土砂降りに。最悪最悪、こんな最悪最悪、そんなこと信じられない。もう無理、絶対無理。あーもうないですよこれ。私その3つとも私のことじゃないですから、これは例題ですからね。でもこんなことがあったら本当へこむ、2週間ぐらいへこむっていう、こういうコーナーでございます。ということでコーナーを2つ紹介してきましたが、カタリナ農場ラジオ編宛てには皆さんがチャレンジした家庭菜園の模様を、これは完全に破滅エンドには、世の中にある破滅エンドのパターンをシチュエーションもセットでハッピーの場合と破滅の場合で送ってきてください。以上コーナー紹介でした。
お送りしてきました乙女ゲームの破滅フラグしかないラジオパーソナリティに転生してしまった。そろそろエンディングルートが判明する時間になってしまいました。番組ではリスナーの皆さんからのメッセージ、各コーナー宛てのメールをお待ちしております。音声の番組サイトの投稿フォームより送ってくださいね。またこの番組は月1更新となりますので、次回の配信は10月です。決まり次第公式ツイッターなどでお知らせします。では最後に今日の番組が盛り上がったかどうか判定お願いします。おお、やった一人で頑張った。あ、よかったよかった。緊張しておりましたが無事終えたということです。破滅フラグ回避、ということで第1回目のハメフラジオでしたが、いやん、あ、新人女性声優なら誰もが1回はやる可愛いセリフ披露っていうのが、あ、破滅フラグの、あ、怖っ、怖かった。でも今優しさを受けたということだね。お恵みを受けました、よかった。でもここからですから、第2回からどうなるのかっていうのは、番組ね聞いてくださる皆さんにもぜひ見届けていただいて、2期まで走り続けていけたらと思います。それでは今回はこの辺でお別れです。お相手はテレビアニメ乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまったカタリナ・クラエス役内田真彩でした。次回も破滅フラグを回避するわよ。